新青森県総合運動公園は青森県青森市大宮田にある運動公園。施設は青森県が所有し、スポルト青い森グループが指定管理者として運営管理を行っている。2003年に開催されたアジア冬季競技大会開催を機に2002年11月に完成した。またテニスコートや屋内プールも完備されている。 新青森県総合運動公園陸上競技場2017年を目処に陸上競技場を新設する計画があり2014年度に着工する予定だったが新競技場が2013年時点の J リーグのスタジアム要項を満たしておらず完成後も J1J2 の試合が開催できないことが分かったこのことについて当初はメインスタンドのみをやめで追うとしており これでも J2 リーグ以上を開催可能と一ったは確認したが、2013年に新設競技場である場合、屋根で覆う客席の割合は、できるだけ多くから、すべてに付設することと改正されてしまっていた。青森県は屋根を全席に設置する場合、追加費用として55から70億円程度が必要とされるため、現実的ではないとしているが、 青森県サッカー協会や青森市のサッカーチームのラインメール青森 FC の関係者からは J リーグから連絡がなかったとしており建設計画の見直しなどを求めているその後2016年4月に着工したが当初の見積もり額から30億円以上も上回った思考は大林組、丸木、斎藤組、西村組設計、管理は 伊藤富雄建築設計事務所である。2018年12月に完成して、2019年9月より、使用開始。2019年8月2日、陸上競技場の命名権を、隅博氏が取得すると報じられた。期間は、同年9月1日から2022年3月31日まで、契約金額は、年間に1000万円となり、 各広グループアスレチックスタジアムの故障を用いる。日本フットボールリーグ所属で、J リーグ100年構想クラブのラインメール青森 FC が J リーグに届け出た本拠地として登録しているが、東京議場を本拠地として使用するのは2020年シーズンからとなった。競技場概要前田アリーナ青い森アリーナは、同公園最大の施設。収容人数は、 最大で5371名。2003年のアジア冬季競技大会では、開会式と閉会式が行われたほか、ユズやアムロナミエ、テゴマスや、ドリームズカムトゥルーなどのライブも開催。その他、バレーボールの V リーグ、スポレク青森の会場にも使用された。2013年からは同年発足の、プロバスケットボールチーム、青森ワッツが、 ホームスタジアムの一つとして、ホーム戦を開催している。2011年4月より2年間の予定で、むつ市に本社を置くスーパーマーケット運営会社、前田が、命名権を獲得、前田アリーナという愛称が付けられた。アリーナの東側に、日本水泳連盟公認の水泳場を建設する、予定。ありがとうございます。